こんにちは。Amazon Supporter ーー堀秀夫です。今日は、長いことサポートを受けていただいている会員さんから、Amazon 室、相乗り排除できた時の威力がよくわかる報告をいただきましたんで、ご紹介したいと思います。まあ、稼ぐならね、商標登録して、ブランド登録、そして、トランスパレンシー、ね、これは必須ですね、ということで、取り組んで、 とうとうね、一つの成果が出てきました。3月の売上去年に比べて数にして60%、売上にして70%アップです。単価が2ドルアップしたのと、主力商品の入れ替わりかと。以前は返品率6%から7%の商品が上位1位から3位でした。今は返品率1%以下の商品が上位1位から3位です。その商品で売り上げは8割を占めてます。と。 なんと、月売り上げ4万9136ドル、ね。日本円で743万円のうち、8割、ね、594万円が3商品で達成してると。ねまあ、単純に1商品200万というよりは、多分一番売れてるのが、ね、300万以上売れてで、170万ずつに3円が売れてるって感じでしょうけど、まあ、それにしてもね、やっぱすごいですね。3商品で600万と。でしかもね、 返品率が1%以下になってますので、利益率は相当高いですね。こうなってくると。まあ、去年との比較で言うと、まあ、こんな感じ。赤線が去年。青線が今年で。これね、去年はプライムで、7月のプライムでは参加してなかったんですけど、ここでも盛り上がりが出てきたら、まあ、すごい売り上げと利益になるなという感じです。でね。 この相乗りされなくなった商品、相乗りを排除できた商品、こんな風にに、トランスパレンシー、認証バーコードがないと納品できないと、本物ですという印がついています。さらに返品率1%以下なんでね、このカスタマーズ・ユージュル・キープ・ディス・アイテム、返品せずに、購入者満足してますという印がつくと、こうなるとますます売れますよね。 これはアメリカの例ですけど、まあオーストラリアはね、逆にこれをやろうとしたときに、すでに先行しているライバルがいないんで、よりたやすくできます。今ね、取り組んでいる会員さんもいますけど、まああなたも相乗りされない無敵のカタログを作って、同じように稼ぐことは可能です。まあどれぐらい時間かかるかは個人差がありますけど、まあいずれにしてもね、 まあすでにやってる方がいるで。私はそれをね、サポートしてきた。同じことをやれば同じように達成できますんで。まあこれね、売り上げ伸ばしたい、ね。あるいはね、あいのり疲れたという方はね、この無敵のカタログ作りの方にちょっとね、取り組んでみてはいかがでしょうか。また、ご質問、ご相談、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。